にちは、エリーです。今日は実は痩せないダイエット10選、いろいろなダイエットありますよね。うすうす気づいているかもしれませんが、あまり効かない、すぐにリバウンドしてしまうダイエットあります。長きにわたるダイエット指導者の経験から、よく効くけどそれでは痩せないということをご紹介します。その代わり、これだと痩せやすいよというのもお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。実は痩せないダイエット10選。1つ目、朝スムージー。朝スムージーっておしゃれで健康的。フルーツたっぷりでビタミン補給。スムージーはフルーツやお野菜、蜂蜜などを入れてミキサーで液体にしたものですね。酵素やビタミンがあって腸活に最高って思いますよね。実は私これをやって3週間で4キロ太った経験があります。特に腰回りのタプタプが猛烈につきました。これスムージーを飲んだらどうなるか自分で人体実験してみたんですね。1ヶ月続けようと思ったんですが、あまりにも太りすぎて3週間で離脱しました。スムージーが太る理由はとにかく果糖が多いこと。果糖は本当に中性脂肪になりやすく、カロリーも高いんですよね。東洋医学では果物の甘さは極陰性、膨張する、水を溜める、緩む、冷やす、ものすごい作用が強いです。体がふやけたように肥大化、日本では極寒レベルの寒さをもたらします。腰肉タプタプ中性脂肪、腸、子宮、膀胱、腎臓、冷えて機能が下がる。これがこびりつくとセルライトになるので本当にやばいです。ビタミンと酵素はお野菜で摂りましょう。普通に野菜の味噌汁を飲むだけでそれ以上の効果が期待できますよ。日本人は絶対にお腹を冷やしてはいけません。実は痩せないダイエットを10選。2つ目、プロテイン。ダイエットにタンパク質。日本人ってタンパク質足りてないらしいよ。じゃあ手軽に摂れるタンパク質、プロテイン。わかります。私も昔は何年もプロテイン切らしたことはありませんでした。結果全然痩せない。しかも当時は運動をやりまくっていたのに、もう痛々しいくらい痩せなかったです。これはタンパク質が悪いわけではありません。甘い味、ミルキーな味、人工的な味、そして冷たさ、これがやばい。甘い味との接触頻度はそのまま食欲の回数となります。糖質オフ、カロリーオフを選びながら食べる回数はどんどん増えます。昔は甘いもの好きじゃなかったのに、プロテインを飲むようになってからコンビニスイーツを買うようになってしまったという方もいらっしゃいます。人工的な味覚は刺激的で依存度が高いので食欲をがっつり増やします。さらに体にとっては生成されすぎた栄養素は体全体で働きにくいとも言われています。つまり本当に体に働きかけられているのか微妙なところということです。自然の味は優しく、体を動かす有効成分がたっぷり入っています。そして甘くない。タンパク質を摂るなら原材料から。特に魚介類は動物性食品でタンパク質が豊富なのに消化にも優しい。サバ缶、シシャモ、鮭、ホタテ、植物性の納豆や玄米も優秀すぎるタンパク質です。プロテインも結構な値段しますし、甘いものがやめられない心配や食欲の心配からもかなり解放されますよ。実は痩せないダイエット10選。3つ目、主食を抜く。お米は太るから夜は抜いています。炭水化物食べないようにしています。これは数年前の私ですね。お米イコール穀物を食べないのは全然痩せなかったです。主食イコール穀物は人間の動くエネルギーであり、細胞を作る元となります。もともと人間は歯の構成から草食動物であるという説もあります。エネルギーはそのまま内臓を動かす気、生命力です。ダイエット的に言い換えれば基礎代謝。主食を抜くと動く気力が足りないとかの前に内臓すら動かなくなる。つまり体の約半分の基礎代謝を占める内臓、血液、細胞の動きが悪くなるということです。それは太るし、人間の生命維持メカニズムに反していると思いませんか。それすなわちリバウンドするということです。主食を抜くというのは糖質制限に起因されたことだと思います。確かに現代人は糖質量が多すぎる。レトルト食品や外食のものだと甘い味めっちゃ入っているし、何かとイベントでもスイーツを知って多いですよね。調整する糖質はここが重要なわけで、主食、基礎代謝を作るものは減らしてはいけないということです。しかし主食は何でもいいというわけではありません。白米、パン、パスタなど白い炭水化物は血糖値を強烈に上げてやっぱり超太ります。ダイエットで主食を抜いていたのにちょっと痩せたから白米解禁なんてすぐリバウンドです。
主食は茶色い炭水化物、玄米、雑穀米、全粒粉のパンなどですね。必ず食物繊維がたっぷり入っているものがいいですよ。玄米は咀嚼回数が増えて唾液が増えます。唾液は血糖値を上げないための最終兵器みたいなもの、それを出してくれる玄米、こんなに素晴らしいものはないと思いますよ。玄米パックはコンビニでも売っていますし、炊飯器の玄米モードで炊けば浸水なしで一発で美味しい玄米炊けちゃいます。どうしても玄米になれないなら、スーパーで売っている足すだけ雑穀米を白米に入れて一緒に炊くだけで OK。 元気イコール基礎代謝を減らさないためにも、玄米や雑穀米を主食にされるといいと思います。体型も人生も激変してしまいますよ。ここからはじゃんじゃんいきます。実は痩せないダイエット10選4つ目、サプリメント。サプリメントもいろいろありますが、これで痩せたということはあまり聞いたことがありません。特にカプセル状のサプリ、カプセル部分は添加物のようなものです。病気で飲まなければいけないという場合以外、健康になると信じて飲むのはちょっと違う気がします。なんか飲みすぎてお腹を下したり、飲む時の水が多すぎて胃が水分過多になって胃の調子が悪くなったという話たくさん聞きます。年齢が上がってくるとサプリを飲むのもかなり辛くなってきませんか？結構お値段もするし、それなら本物の食材で取られた方が安心安全経済的だなというふうに思います。実は痩せないダイエット10選5つ目、カロリー制限。消費カロリーより摂取カロリーが低い方が痩せる。その通りです。でも皆さんの考えている消費カロリーの4割は内臓です。具体的には胃、肝臓、膵臓などの消化器官、ここが機能低下していると消費カロリーはだだ下がりです。でもそれってカロリーだけ見てると分かりませんよね。そうではなくて、内臓と血液の状態を見るのが痩せるダイエットの根本です。むしろここが軽視されると必ずリバウンドします。カロリー制限ではなく食べる回数制限、厳密に言えば内臓が休める空腹時間をしっかりとるということです。私は12時間断食をよくお話ししていますが、基礎代謝の4割の内臓は空腹時間で機能が回復します。ハイパフォーマンスになった肝臓が体内の解毒をどんどん促します。つまり血液がサラサラになるということです。お腹が軽くなって血色が良くなり、肌荒れがなくなるのは内臓や血液が回復しているサインです。もちろんこの頃にはシューッと痩せていると思いますよ。実は痩せないダイエット10選6つ目、1日5食。1日で食べる回数を増やすと血糖値の急上昇が防げる。いえ、これは食欲を増やすだけです。甘さのあるものは最悪で、依存度が高く一度上昇した血糖値が下がるタイミングで空腹感が訪れます。さらに血糖値が上がらない食品、糖質ゼロみたいな食品でも甘さが脳を感知してグレリンという食欲を増やすホルモンがたくさん出ます。食欲との戦いに足を踏み入れることになっちゃうということですね。私は先ほど言った12時間以上の空腹時間を持ちつつ、1日2食から 2.5 食くらいがちょうどいいと思っています。ちなみに私は朝は具なし味噌汁、ランチも超軽めにしているので1日2食くらいです。以前よりずっとお腹が空きにくくなっています。ちなみに食事を3割カットされた小食のお猿さんと、満腹まで食べ続けたお猿さん、小食のお猿さんの方が老化スピードが何倍も遅かったという研究、あまりにも有名ですよね。実は痩せないダイエット10選7つ目、単品食ダイエット。リンゴダイエット、ヨーグルトダイエット、ひたすらその食材を食べまくるダイエット流行りましたよね。私も昔やってました。単品食ダイエット本当によろしくありません。単品食は低カロリーで冷たいものが異常に多い。寒天にヨーグルトをかけるダイエット私もやっていましたが、1キロも痩せなかった経験があります。むしろ体が冷えて全身機能低下みたいな感じ。日本人は世界的にも陰性、湿気をためる力が強く、消化機能や体温も低い傾向にあります。特に28歳以上の女性、本当にダメです。大人の体に成長しきるのが28歳くらいですね。冷えと余分な水分は骨盤周りにたまります。婦人科系の不調、妊娠、アンチエイジングの腎臓に負担かけまくりです。特に妊娠前の女性は本当にいいことありません。玄米と味噌汁など温かくて簡単にできる料理は痩せるし病気も防ぎます。間違っても冷たい単品食ダイエットは選択しないようにしてください。実は痩せないダイエット10選
8個目、運動しまくり。運動すれば痩せる、それは真実でもあり、きっつい罠でもあります。それは激しい運動をやめれば必ずリバウンドをするということです。激しい運動をすることに体が慣れてしまって、やめたら自動的な巡りの消費カロリー、一時期追いつかなくなって太ります。私はトライアスロンや筋トレ、週30時間くらい運動していましたが、その割には全然痩せませんでした。運動の本当の目的を理解していなかったからです。運動の目的は関節の動きを確保する、下半身の動きを確保する、この2つによって日常生活の動きを多くすることですね。具体的には関節を動かすようなラジオ体操、ヨガ、詰まりを取るリンパマッサージやストレッチ、一生歩き続けるためのウォーキングをするのが、頑張りすぎずコストパフォーマンスのいい運動と言えます。ラジオ体操やウォーキングは自律神経を動かすセロトニン、幸せホルモンですね、これをたくさん分泌します。基礎代謝イコール自然に痩せる力も勝手についていくっていうことですね。運動で消費カロリーを目的にすると、挫折することや体調を崩すことが多いです。しかも激しい運動は活性酸素を生み出します。老化物質ですね。シミやシワも心配になっちゃいますよ。気持ちよく体を動かすのが一番いいですね。ラスト2つの前にお知らせです。私の2冊目の書籍、自然痩せ力が絶賛発売中です。エリーの養生ダイエットをイラスト入りで分かりやすく解説しています。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。実は痩せないダイエット10選、9個目、滝痩せ系ダイエット。私は昔週6回ホットヨガやってました。サウナスーツを着てランニングもしてましたね。とにかく汗まみれ、これ結構きついんですが、そこまで痩せた感覚はありません。特に血液ドロドロ系、高血圧高血糖、コレステロールが気になる方、頭がのぼせて顔が真っ赤、汗も出にくい、このような方は注意してください。っていうか、もうそもそも拷問みたいな感覚だと思います。血液がドロドロ状態で急激に熱くなると、熱が体を巡らず上ばっかり行って頭がガンガンやられます。はっきり言って汗でデトックスするより、食事でデトックスを促して下から排出させた方が血液状態は何倍も早く良くなります。12時間断食や肉や油物を控えて、野菜をこれでもかというくらいに食べる、そして血液の巡りを良くしておくのが先決です。汗をかきまくるのは正義ではありません。汗と一緒に体力、生命力、気、これらもダダ漏れしてしまいます。いわゆる基礎代謝の低下です。もしホット系に行くなら、涼しい場所で休憩を取りながらのぼせないようにしましょう。毎日の食生活を加熱した野菜と玄米で過ごされるのを強烈におすすめします。実は痩せないダイエット10選、10個目、お酢ダイエット。リンゴ酢、黒酢、お酢ドリンクのダイエットめちゃくちゃ流行っていますよね。これが効いたというのは正直そこまで見たことはありません。お酢にはダイエット効果、厳密に言うと腸内を整えて血液をきれいにする働きがあります。お酢の酸味は唾液腺を刺激して唾液、消化酵素、アミラーゼを出すことが分かっています。ただものすごく難易度が高い。お酢は東洋医学では陰性、体をかなり冷やす食品ですね。夏に酸っぱいものが食べたくなるのはお酢で体を冷やしたくなるからですね。しかし特に日本人女性はもともと体が冷えやすいのに、お酢をガブガブ飲むって体が極寒になり続けてしまうということです。極寒になると基礎代謝はだだ下がり、しかもお酢ってかなり飲みにくいので、砂糖、蜂蜜、人工甘味料が入っていることが本当に多いですよね。私の動画では何回も言っていますが、甘さとの接触回数は食欲暴走の回数です。甘酸っぱいお酢ドリンクは超スーパー注意していただきたいところ。お酢自体の酸性もちょっと強すぎなので、大量に飲むと骨、筋肉、血管などに負担がかかりやすいです。さっぱり酸っぱいものを使うなら 100% 柑橘系果汁、梅と塩だけど梅干し、これだとそこまで心配はありません。特に 100% 柑橘系果汁は解毒やストレスコントロールを教える肝臓にとても作用します。元気にしてくれるんですね。甘さを入れず、レモン水、レモン炭酸、レモン白湯など簡単にビタミンやクエン酸を補給することもできます。飲みすぎはあまり良くないので1日2杯くらいまでにしておいてくださいね。レモンのクエン酸は収斂作用といって、細胞をキュッと引き締める作用があります。ダイエットにはやっぱりレモンがおすすめです。シークワーサーやカボスなどもいいですね。ぜひ参考になさってください。
はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは心と体の変温をテーマに、東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介しています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。